どうも、あきチャンネルです。今回は日本アマガエルの餌やりを見ながら失敗しない飼育環境を紹介します。まずはじめに日本アマガエルの簡単な紹介です。日本アマガエルは田んぼで見かけることが多いと思いますが、パートナー探しや産卵のために水辺に現れます。カエルは種類によって生活場所も異なります。大きく分けて陸地を好むカエル、水場を好むカエル、少し高い場所を好むカエルに分かれます。日本アマガエルは樹上性のカエル、樹木など少し高い場所を好みます。ここからは飼育環境の紹介です。飼育環境を整えることで長期飼育につながります。この水槽は45センチキューブ水槽になります。日本アマガエルは樹上性のカエルなので縦長の水槽がおすすめです。レイアウトも高さを意識して手前を低く奥を高くして高低差をつけます。レイアウトに使う苔や植物はカエルに踏まれても折れたり枯れたりしない丈夫なものを選びます。この水槽で使っている苔は細葉大きな苔になります。植物は観葉植物のポトスをメインに植栽しています。どちらも乾燥に強いので7から8月でも1週間に1回軽く霧吹きする程度で大丈夫です。水の与えすぎは枯れる原因になるので気をつけてください。そして太陽光の代わりにアクアリウム用のライトを使います。1日7時間を目安に点灯してください。注意点は足場が安定した場所を作ることです。流木や石を使いレイアウトを組むことで給餌の際捕食率が上がります。私の日本アマガエルは餌の時間になると興奮しすぎてうまく餌を食べられず口の周りにつけていることが結構あるので、立っているようで食べていないこともあるので気をつけてください。そしてこの水槽一番のポイントが水槽全体に5センチくらい水を張っています。まず軽石で底上げをして水苔、モデリングソイル、植物の順番になります。水を張ることで水槽全体を適度な湿度に保つことができます。また軽石は多孔質で小さな穴がたくさん開いているのでバクテリアの住処になり、糞尿から発生するアンモニアを分解してくれます。そこに溜まった水は1週間に1回軽き抜きした水で半分くらい交換します。カエルは乾燥に弱いので水入れを置くなどして対応してください。
最後になりますが、質問でよく聞かれるのが、プラケースでも飼育できますか？プラケースの大きさにもよりますが、できれば大きな水槽でのびのび飼育した方がストレスが少なく健康を保つことができると思います。また餌を食べているからと安心はできません。人間もそうですが、多少体調が悪くても栄養をつけるために食事をとります。アマガエルも体調を崩していても生きるために餌を食べるので、ストレスなく飼育することが一番の病気予防になります。この質問もよく聞かれます。カエルの糞はどうしていますか？目についた糞は給餌の時などに取り除きます。そして水槽全体にモデリングソイル、テラリウム用の土を敷き詰めて植物を植栽しているので、土に微生物が定着して糞を分解してくれます。また流木や石も定期的に取り外して水洗い、天日干ししています。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。